意味をですね、全く拒否し、考えていないという政権なので、戦後やはり最悪の政権じゃないかというふうに思います。安保法案をなんとか廃案に持ち込まないと、日本は将来とんでもない方向に持っていかれ、東アジアに大きな禍根がですね、残されるような、そういう危機感を持っております。先ほど沖縄から来た学生の方が言っておられましたけれども、私も衆議院議員 の武藤さんの発言にはびっくりしました。スティールズのような若い人たちは理想的であり、非常に自分中心の考え方だというふうに言っていますけど、こういう考え方ですね、政治家が持っているということ、これは驚くべきことです。日本の軍国主義の時代にはそういう考え方があったと思います。軍人になることを拒否する人を卑怯者とか育児なしとか、そういう考え方が15年戦争ですね、1931年から45年の頃にはあったかと思いますけど、現代ですね、戦場で敵を撃ったり敵に撃たれて殺されたりするのは非人間的であり全くナンセンスだという感覚、これこそが現代